人類未開の地、南極には宇宙人の文明が存在する？ようこそ、ナビゲーターのルカです。人類未開の地である南極は UFO 出現の多発地帯である。そんな噂を聞いたことはありませんか？今回その理由が明らかになるかもしれません。なんと南極では宇宙人が私たち人類とは別の文明を築いているというのです。そこで今回は南極に存在する宇宙人のもう一つの文明をご紹介します。果たしてその真相とは一体？未だに謎の多い南極大陸。今回の舞台となる南極は約1億8000万年前まではゴンドワナ大陸の一部でした。その後ゴンドワナ大陸がインド、アフリカ、南アメリカ、南極、オーストラリアなどに分裂。南極点を中心とした南極大陸が誕生したのは約4000万年前と言われています。その頃まではまだ現在ほど気温は低くなく、一説にはむしろ温暖だったと言われるようですね。南極がかつて温暖だった説では、昔の南極にはいくつもの川が流れる緑豊かな大地だったようです。現在ロシアのボストーク基地のあるその下には、縦横それぞれ 240km、50km にも及ぶボストーク湖があります。日本の琵琶湖がそれぞれ 65km、25km とされることからも、ボストーク湖がいかに巨大な湖かがわかるでしょう。ちなみに南極大陸に氷床ができたのは3000万年前とされ、周りの海からの湿った空気が寒冷地域となった南極に雪を降らせ、それが長年続いた結果、厚い氷床で覆われたのだと。南極大陸の氷の下には太古の歴史がそのまま眠る可能性もあるようですね。南極大陸では39億年近く前の岩石から鉱物が見つかっています。また氷に覆われるその姿からは想像もつきませんが、今なお火山活動があり、溶岩の吹き出しも見られるといいます。素人目からすると何とも不思議な感じがしてしまいますね。このように南極大陸にはいくつもの謎、不思議が存在するのです。さてそんな南極大陸ですが、実は人間が関わる歴史は非常に浅く、探検家のジョン・デイビスが1821年に初めて人類で南極大陸に上陸したと言われています。ただこれは 100% 明確なものではありません。資料に残るものとしては、南極点に初めて到達したのがノルウェーの探検家ロアール・アムンセンの1910年となります。地理的問題や厳しい環境的問題から、人類は南極と関わるのが難しかったのでしょう。さてこの史実を大前提とすると、一つの大きな謎にぶつかります。古い3つの地図が存在するのですが、一つは1418年に作られたとされる地図、二つ目が1531年にトルコのピーリー・レイス提督が作成したピーリー・レイスの地図、三つ目がフランスの数学者、天文学者オロンス・ファインが作成した地図です。実はこの3つの地図には南極大陸が描かれていて、いずれの地図にもこの地図は古代地図を参考に作成したとの作者と思われる人物のメモが添付されているといいます。前述したように、南極大陸と人類の歴史は早くても1821年のジョン・デイビスです。この3つの地図の元となった古代地図とは、おそらくそれよりも1000年から2000年前のものでしょう。なぜ地図の制作者はそんな時代に南極の存在を知っていたのでしょうか？南極と宇宙人の関係性。実は冒頭で触れた南極では宇宙人が私たち人類とは別の文明を築いているという話は、ここにつながるのです。南極はその地理と厳しい自然環境から、人類の接触が極めて少ない大陸というのはお分かりいただけたでしょう。もしもあなたが地球に暮らす宇宙人だとして、自分たちの存在を人類に気づかれたくないと考えるのなら、一体どこに潜みますか？十分な広さが確保され、かつ人類の接触がほとんどない地域、そう、それには南極が最適なんです。しかし人類の科学の著しい発展がその絶妙なバランスを崩してしまいました。船や飛行機などの交通手段が発達したことで、
人類が南極へ向かう頻度も高くなり、ついには南極に基地を建設するに至っています。そして最近では人工衛星に加え Google Earth などが登場したことで、非常に多くの人間がこれまでは不可能だった南極の姿を目にすることができるようになったのです。これまで人類に見つからないように潜んでいた宇宙人や UFO の姿が南極で頻繁に目撃されるのも理にかなうのではないでしょうか。また3つの地図の元になった古代地図も宇宙人が作成したもの、もしくは宇宙人が関わっていたのであれば、人類が知らない南極大陸が描かれることも合点がいくでしょう。つまり南極には宇宙人の基地があり、科学の発達によってそれが人類に知られるようになった、そんな可能性が大きくなってきたというわけです。実はこの正当性を訴える人物の存在があります。その人物とはテレビプロデューサーであり、南極の超古代文明に詳しいブラッド・オルセン氏。2021年6月、彼は世界最大の UFO カンファレンス、コンタクト・イン・ザ・デザートにおいて、南極の氷の下には UFO の基地が存在するとの衝撃発言をしたのです。オルセン氏によれば、基地は南極最大の山脈、南極横断山脈のすぐそば、氷の下 2km ほどの地点にドーム状の巨大な基地が存在するといいます。実はこの付近には前述したいくつもの核火山が存在していて、宇宙人はその凄まじいエネルギーを有効利用しているのだと。彼はそのきっかけとして、かつて宇宙人が地球を訪れた際に偶然この火山を発見したこととも、しています。また近頃では Google Earth により古代遺跡を彷彿させる謎の建造物や墜落した UFO とおぼしき姿も発見されています。そんな中でもオルセン氏が注視するのが、岩間から覗く幅が約42メートルにもなる洞窟です。その洞窟には屋根のようなものが備えられ、彼はそれを UFO の基地の入り口と考えています。確かにこの幅であれば UFO が通過するには十分でしょう。実はこれと同様の洞窟が少し離れた場所でも確認されているのですが、こちらは幅が約110メートルと倍以上の大きさがあるといいます。オルセン氏は他にも複数の洞窟を確認していて、これらはいずれも基地の入り口であり、それぞれは地下でリンクしているはずだと伝えています。まだまだ存在する南極と宇宙人を関係づける証拠。リンダ・モールトン・ハウ氏をご存知でしょうか。彼女が手掛けた番組がエミー賞を受賞したという敏腕報道ジャーナリストです。そんな彼女のもとには様々な情報が寄せられます。その中には南極と宇宙人を関係づけるものもありました。例えば2015年の元アメリカ海軍の航空技術者ブライアンと名乗る人物。彼は元アメリカ海軍の LC-130 輸送機のエンジニアとして勤務し、20年前に退役したといいます。南極にはいくつもの飛行禁止区域が存在するのですが、ある日の任務で負傷者を搬送する際に緊急性からその飛行禁止区域を横切ったとのこと。そこで彼らはサッカー場ほどの大きな空洞を見つけました。また雪と氷の地面を進む物体、スノーモービルかトラクターのようだったといいますが、それが空洞を出入りしていたのだと。その時はあまり不思議にも感じなかったのですが、負傷者を基地に無事届けた後、乗務者全員が会議室に集められました。会議室にいたのは見知らぬスーツ姿の男たち。乗務員たちはスーツ姿の男からこう告げられます。君たちがあの区域内で何を見たかは知っている。そのことについて時、場所、相手に関わらず一切言及しないようにと。書類へのサインなどの形式的な手続きはなかったものの、男たちの態度、話し方から言いようのない恐怖を感じたと言います。その後ブライアンら乗務員はその約束を守り続けましたが、一度だけブライアンの口からそれが出てしまいました。それはブライアンが例の搬送先の基地の人間とバーで出くわした時のことです。酔った勢いでその相手に、君らの基地近くの飛行禁止区域の秘密を知っているんだと口走ってしまいました。すると相手は、ああ、あの宇宙人のことだろと普通に返してきたのです。しかし相手の男性はブライアンの驚いた様子から、
宇宙人のことを知らないと察し、それ以上は何も話さなかったといいます。リンダ氏の元には、その後も南極と宇宙人に関する情報が寄せられています。2019年、元アメリカ海軍の特殊部隊、ネイビーシールズの隊員と名乗る人物から、2003年に南極のとある建物の調査任務を実施した際のこと、現場に到着すると、調査対象は一部が地表に顔を出す怪しげな黒い建物でした。その建物にある扉は厚さ6メートルほどの分厚いもの。しかもその扉は全く重みを感じず、指一本で開閉ができたといいます。建物内部もまた異常でした。その時の野外温度はマイナス40度だったのに、内部は22度。照明がないのに壁が緑色の光を放ち、明るさをキープ。壁や扉には古代のくさび型文字のような模様が刻まれていると何から何まで初めての体験だったといいます。ちなみに古代のくさび型文字のような模様は後に古代文明の文字ではないと判明しています。そんな不思議な建物でしたが、彼らは任務通り調査を行いました。建物は八角形の構造物で、面積は約 0.5 平方キロメートル。そこからは他の部屋への通路や入り口などが見られなかったため、写真撮影とその他計測を行い任務を終了しています。そして彼は後から衝撃の事実を聞かされました。同行していた科学者の一人が、宇宙人と人間の根結なんだと。実はこの宇宙人と人間の根結に関しては、リンダ氏は別の証言者からも同様の話を聞いていました。元アメリカ海兵隊員と名乗ったその証言者は、南極での任務中、地下にある宇宙人の基地に行ったことがある。そこには宇宙人と人間の混血を育成する施設があった。と語ったといいます。もちろん、この話が 100% 信用に値するかは定かではありません。ただ、リンダ氏は著名なジャーナリストです。彼女がいたずらにフェイクや信憑性の疑わしい話をするとは考えられないのも事実。いずれにしても、南極にはこのような話がまだまだたくさんあるということですね。あの噂はここにつながるのか。ところで、こんな噂を聞いたことはありませんか？南極の氷の下には古代文明の遺跡がある、との。それは、NASA のアイスブリッジプロジェクトの一環で、リモートセンシングシステムにより、南極の氷床をレーダー撮影し、その調査を行ったところ、氷の 2.3km 下部分に集落らしきものが映っていたことに端を発します。インドのコルカタ大学で考古学を専門とするアショカ・トゥリパーティ博士は、これは古代人類の集落と考えています。その根拠として、周辺の自然の地形学的形成とは明らかに異質に感じるピラミッド状の人工的な構造物があるからだ。明らかに人工的に加工されているものだ。としています。博士の説が正しいと裏付けることになるかはわかりませんが、南極を写した衛星画像に、ピラミッドのような構造物が複数存在する、といった話も話題になっています。その中の一つは、ギザのピラミッドと同じように、4つの面が正確に東西南北を向くのだと。これらからもお分かりのように、確かに南極には古代文明が存在した可能性があるのかもしれません。ただ、それは本当に古代文明という過去のものなのでしょうか。前述したように南極大陸に氷床ができたのは3000万年前です。人類が登場したのは500万年前のアウストラロピテクスと考えられてきました。近年ではサヘラントロプスやオロリンの化石が見つかり、1000万年前とも言われています。それでも3000万年前には遠く及びませんし、当時の彼らに文明を築く頭脳があるとは考えられません。つまり、南極の下に眠る文明は古代文明ではなく、古代から今に続く宇宙人の文明、そんな可能性もあるかもしれません。人類が誕生するはるか昔から宇宙人は地球で暮らし、高度な文明を築いていた。そして人類に気づかれないまま今日に至った。人類が気づかなかったのは南極という人類との関係が浅い地域だったから。もしかしたら人類に見つからないようにするために宇宙人が南極に氷床を作った可能性さえありそうです。南極の古代文明が宇宙人の文明であるなら、点として存在するいろいろな謎がつながるのかもしれません。
2018年に NASA は宇宙から飛んでくる素粒子ニュートリノの研究のために検出用の気球を南極の上空に打ち上げました。無事ニュートリノが検出されたのですが、そこには驚愕の事実が存在しました。実は検出されたニュートリノは宇宙からのものではなく、南極の地下から放出されたものだったのです。その原因を含め詳細は解明されていませんが、 UFO が地球の危機を案じ核関連施設周辺に出現するという話がまことしやかに聞かれます。ニュートリノには核を無効化、弱体化する可能性があるといいますから、宇宙人が人類の核対策を研究しているのかもしれません。宇宙人が危惧するのが核などの人類の暴走だと言われます。人類がこのまま暴走し続ければ、もともと地球に暮らす宇宙人が最後の手段に出る、そんな可能性さえあるかもしれません。南極の氷を溶かして世界に大洪水を起こさせる、それはまさにノアの箱舟。そして現代のノアの箱舟計画で救われるのは善良な人間のみ、そんな未来が待っているのでは。南極と宇宙人の文明、あなたはどう思われますか？